NHK ラジオ第一放送。NHK ラジオ第一放送。NHK ラジオ第一放送とは、日本放送協会、NHK による、地上機関放送の一種別の中派放送、AM 放送で、国内放送でもある。通称は、ラジオ第一、R1 など。またキャッチコピーは、24時間安心ラジオ、ラジオは、ミミトも、NHK など。 2011年4月、あ、ラジオキコが新たなキャッチフレーズとして発表された。これは、NHK ラジオ第2放送、NHKFM 放送を含む、NHK ラジオ放送全体のキャッチフレーズである。ラジオ第1放送は1925年3月1日、社団法人東京放送局、後の NHK 放送センター、NHK 東京本部によって、 東京府東京市芝区新芝町、現在の東京都港区芝浦の東京高等工芸学校、千葉大学校部の全身校内仮放送所から最初の、そしてそれまでは無線通信のみに使用されていた日本において初めての電波を用いた放送が行われ、同年7月12日に遠区あたご山にあった送信所 NHK 放送物館周辺から本放送を開始した。 同時期、社団法人大阪放送局、大阪市、NHK 大阪放送局と、社団法人名古屋放送局、名古屋市、NHK 名古屋放送局も設立され、名古屋放送局は、東京放送局の3日後の7月15日、大阪放送局は大幅に遅れること翌年の12月1日に、それぞれ本放送を開始した。 1926年8月に3局が合同して、社団法人日本放送協会が設立され、翌年から札幌、仙台、広島、熊本を皮切りに地方に放送局を設けて、全国でラジオ放送が実施されていった。当初は1チャンネルだけだったが、1931年4月に第2放送を開局し2チャンネル体制としたことで、 既存のチャンネルを第一放送として定めた。その後1939年から第一放送と第二放送のチャンネル編成を明確なものとするため、第一放送は全国共通の番組を放送する全国放送、第二放送は都市に住むインテリ向けの高度な教養講座番組をとする都市放送として放送された。1941年12月8日、 太平洋戦争の開始とともに、都市放送、第二放送が休止され、再び1チャンネルのみの編成となった。また、敵機の来週、空襲に備えて、送信書が無視向性無線標識になってしまうことを防ぐため、送信出力を抑え、同一周波数で放送する電波管制も実施された。事実上の国営放送でもあり、新聞とともに大本営、発表にも関わった。 戦後になって2チャンネル編成に戻り、第1放送は総合番組編成、第2放送は教育、教養番組をベースとした編成とチャンネル編成を明確にしている。NHK のドジマンや紅白歌合戦のように、テレビ放送の開始後は、テレビでも放送される人気番組も登場した。放日するラジオ深夜便など、 中高年を意識した編成や歌謡曲を扱う番組がある中、若年層に向けた番組はあまり多くなかったが、2012年度からは若年層向けの番組も増やしている。NHK ラジオセンターからの生放送が中心。生放送の割合が92%。基本的には、正時00分に NHK ニュースを毎時55分に地域情報、 主に気象情報。東京、名古屋、大阪では加えて交通情報や地域のニュースが放送される。このため商店や作業場などで時計代わりに受信しているところも多い。1986年頃までは民放のようなワイド番組形式をとっていなかったが、00、ラジオセンターというゾーン名が付けられ今の形になった。毎生時にニュースを放送。 平日は毎時30分にも放送5時30分、6時40分、ラジオ体操の放送があるため8時30分、9時30分、10時30分、13時30分、14時30分、15時30分、16時30分、8時30分から16時30分のニュースは番組の進行状況により30秒から1分30秒遅れの時がある。ただし、 8時30分から16時30分のニュースは、高校野球中継と大相撲中継期間中、政見放送、経歴放送時は休止される。日曜日9時は、日曜討論放送のためニュースは放送なし、日曜討論休止時はニュースを放送。なお2012年3月31日までは20時30分にも放送されていたが、 同4月3日からの改編により廃止され夜間のニュースは原則毎時零々分のみとなった。2013年3月29日までは7時30分にも放送されていたが同4月1日から平日7時の全国ニュースが7時15分から7時20分までに延長により廃止された。あと番組が生放送である場合が多いため一部の時間を除き、 ラジオ第1のニュースは放送時間が一定しない。毎正時のニュースは5分間の放送とされていても、正確に5分で終わるというわけではなく、ニュースの後に放送する、生放送のワイド番組は、おおよその時刻、05分頃、33分頃などで開始し、ワイド番組では、続きの開始時間も、X 時05分頃から、X 時33分頃からというようにアナウンスする。 ニュース素材音源はテレビ放送と共用。スポーツ中継ではそのままラジオ第一放送の中継音源を使用しているが、ラジオの中継がない場合はテレビ放送のものを使用する場合もある。1990年まではニュース、ローカルニュースの終了時にがお伝えしました。時刻は時分になります。NHK と区切った形で言うことが多いとアナウンスが入っていた。 1993年の春頃までは、全国ニュースから、ローカルニュースに切り替わるときに、ポーン、人によっては、ーンにも聞こえていたというチャイムを鳴らしていた。これは聴取者からの提案で採用されたものである。2008年3月31日から、平日正午のオープニングでジングルを採用し、2009年3月30日からは、平日午前7時にも採用。 2012年4月からは、毎日7時、正午、19時のニュースで、開始時、土日祝19時は213年10月から、と、番組途中にジングルを流すようになった、2015年3月30日からは、毎日午前6時にも採用。スポーツ中継、プロ野球、高校野球、大相撲、駅伝などは、試合の展開によって、 ニュースの開始時間がずれる場合がある。年末年始の15時22時0時、1時は5分間、12時、正午は10分間に短縮する場合がある。大晦日の NHK 紅白歌合戦、ゆく年来る年の放送時間中は1部と2部の間のニュースのみ放送。新春最初のニュースはゆく年来る年終了後、おおむね元日0時45分マイナス1、002、放送。 2016年8月のリオデジャネイロオリンピック期間中、正午のニュースは男女各1名の2名体制で放送した。ラジオ第1では5時台から23時台にかけて地域放送を実施している。毎日55分から5分間の放送が中心で、ニュース、気象情報、交通情報、お知らせが放送される。ラジオ第1の定時ローカルニュースは7時。 12時、19時、NHK 今日のニュース、23時の全国向けニュースの後に放送。毎時55分のローカル放送の中でニュースを伝えることもある。また、関東、関西では、毎時58分28分頃に交通情報が放送される。18時50分のローカル放送で、航行警報、軍事演習の実施予告も放送している。 一部では21時55分、23時台前半にも放送する。ローカル放送について、拠点局から放送する時間と地元放送局からの時間は各ブロックにより異なる。なお、大相撲や高校野球、地方大会、全国大会をはじめとするスポーツ中継により、これらの放送がない場合がある。TBS ラジオや文化放送、日本放送など、 民間放送、民放では、早いものは1950年代からそれぞれ、レギュラー深夜放送を開始したが NHK は、行わず、毎夜日付が変わった、時点、午前0から5時で、放送休止していた。1988年から1989年に、かけて、昭和天皇の病状を伝えるための終夜放送を、実施した際、この時間の大半で、 クラシック音楽を流した。この反響を受け、1990年4月から試験的に特集、ラジオ深夜便と題して深夜の放送をスタートさせた。リスナーからの好評以外にも深夜時間帯の地震や津波、あるいは内外での突発的な事態への迅速な対応を行う目的も兼ねて、1992年4月から正式にレギュラー化され、メンテナンス。 送信機器、放送設備点検実施日以外は午前5時を1日の起点とした24時間放送となる。これは NHK の地上波放送としてはラジオテレビを通して初めてのことであった。関東広域圏、中京広域圏、近畿広域圏、大津を除くの15都府県で広域放送、それ以外の32道県で県域放送を行っている。 2011年9月1日からは NHK 独自展開の IP サイマルラジオサービスラジルラジルと民放サイマル配信サービスラジコ2017年10月2日正午頃から2018年3月30日までの第一次実験配一部地域限定と2018年4月12日以降の第二次実験配信全国配信によって インターネット経由でも FM 放送や NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送の衛星ラジオと同等の公室で聞くことができるようになった。空中線電力、出力は基本的に地元民放と同等、またはそれ以上である。例えば関東広域県の場合民放、TBS ラジオ、文化放送日本放送は 100kW に対し、 NHK 東京第一放送は3 0 0ットで送信されている。他方、岡山、鹿児島は第一放送より、地元民放、山陽放送、南日本放送の方が大出力である NHK 岡山5キロワット、r s k 1 0ット、NHK 鹿児島1 0ット、m b c 2 0ット、埼玉県と東京都以外の関東地方と奈良県には、 中継局を含めた送信書がない。また、岐阜県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県については、府県庁所在地には送信書がないが、それ以外の場所に中継局、岐阜、三重は、名古屋放送局、兵庫、和歌山は、大阪放送局参加がある。鹿児島県と沖縄県の各一部地域では、夜間から深夜において、 近隣諸国からの渾身が激しいため、その対策として FM 派、超短波の中継局が設置されている。沖縄県は南大東中継局を除きラジオ第2層も設置。過去には新潟県大地谷市でも震災関連情報の提供及び平成16年新潟県中越地震の被災で送信不能となった津南ラジオ中継局設備が完全復旧するまでの 臨時中継所として FM 派の中継が設置されていた。小笠原諸島では FM 派も含めて中継局が設置されていないため、一部の限られた地域を除いて夜間のみの受信となるが、先日のサイマルラジオサービスのほか、季節の小笠原村営光ファイバーケーブルを使用した防災放送受信機によって聞くことができる。なお、2012年度には3カ所の中継局が開局し、 このうちの一曲は、高知県のサメウラ中継局が、同年5月に壺ねした。残りの二箇所は、長年ラジオ放送の直接受信が困難だった、小笠原諸島の父島、母島に、ラジオ第二放送、FM 放送と合わせて設置されることになった、三波とも FM 波で送信。また2013年度には、 外国放送局との懇親が激しい鹿児島県の機械地区にも FM 派の中継局が設置されることとなった。識別信号、呼び出し符号、呼び出し名称などは5時、正午、19時、および深夜の放送休止が生じる放送局の放送終了時、大抵は午前1時の時報前に送り出される NHKFM 放送と同じ。 アナウンスのフォーマットは原則として、序、呼び出し符号、NHK、設置場所の地名、第一放送、ですであり、東京の場合、NHK アナウンサーの渡辺歩美、現、横浜の声で、多く、NHK 東京第一放送ですと、アナウンスされる。80年代は、NHK、設置場所第一放送、コールサイン、90年代は、 例えば、第一放送です。女のようなスタイルが取られたこともあった。ちなみに、アナウンスの担当は、青森放送局などを除き、総合テレビ FM 放送のコールサインと同じ、アナウンサーが担当している。時報は毎週時創出される。高校野球地方大会放送中でも、地方放送局から時報が送り出される。一部地域での放送休止で午前1時に終了する。 場合は、東京を除き時報は送り出されない。ラジオ第一と同時放送することが多い NHK ワールド、ラジオ日本でも時報が毎生時送出される、タイムラグが生じる衛星ラジオでもそのまま送出。一方、サイマルラジオサービスでは、ラジオ第二、FM 放送も含めて時報は送り出されない。24時間放送実施当初から2000年春頃までは、メンテナンスは、 テレビ FM ラジオ同様全国一斉の同一機関に行っていた。現在は放送設備の点検、整備でも予備放送機を活用した原力放送も行われて、事実上完全24時間放送となっている。なお一部地域では、主として毎月1回程度の月曜深夜や春、秋の特定期間に放送休止となるつぼねがある。ただし、 その場合でも午前1時から5時は、FM 放送は通常放送しているため、大型メンテナンスがない限り、双方の電波が途切れることはない。なお、2012年度から、高校野球期間中は、日曜討論が24時台に放送される、雨天中止時も同ため、放送設備点検が実施される地域は、それの終了後の基本1時10分、討論の内容により、 延長ありら5時まで休止となるため、日曜討論終了後1分間は、休止、原力放送となる地域は、そのアナウンス、通常放送が行われる地域は時間調整の、フィラー音楽を放送してから、ラジオ深夜便、本編をスタートさせる。また FM が放送休止となりラジオ第1が、通常放送となる地域では1時の放送休止の、アナウンスで、深夜便は1時10分。 または11分からラジオ第一放送でお聞きくださいとアナウンスされる。したがって、FM が午前1時で休止となる地域では、深夜便冒頭の定時ニュースが聴取できないことになるが、周辺都府県の放送が聞ける場合と、サイマルラジオサービスはこの限りではない。また一部のツボでは、FM への迂回を促す放送で、道府県内主要都市の FM 中継局の周波数を知らせる場合もある。 逆に、FM が、休止時のラジオ第一への迂回を促す放送である、場合も、ラジオ第一の周波数を知らせるつぼねがある。これは、地震、台風、豪雨などの天災が発生した場合の、災害対策基本法や、テロなどの大規模な有事が発生した場合の処方率の、義務を履行するための措置である、総合テレビ FM 放送も同様、メンテナンスによる、 放送中断がある場合は、一部地域の部分休止を除いて、君が世の演奏、オーケストラによるインストゥルメンタルが放送される。ただし、電力放送の場合は放送されない。かつては、ラジオ第2放送と同様に、チェレスタ演奏による終了用イズが放送されていた。なお、1996年4月から1998年3月は、 ラジオ第一放送のメンテナンスがあった場合、休止となる1時から5時までのラジオ深夜便を FM 放送でリレー保管放送したことがあった。ただし、年数回、日曜深夜にテレビを含む地上波の放送を全部停止する日があり、その場合は午前0時で終了、停波して以後のリレー放送もしなかったことがあった。また、NHK 勝負区ラジオ放送所からの東京大、 一放送の番組は2000年7月から2008年9月22日、深夜、9月23日未明3時までは、メンテナンス日は、原力放送をする形で通常放送を行っていたが、2008年9月23日3時から5時と、同年12月9日、深夜、12月10日未明1時から3時は、放送設備点検のために放送を停止していた。 日本からの海外向け国際放送である NHK ワールドラジオ日本にもゼネラルサービス日本語放送の全放送時間1日24時間の内延べ21から22時間と9割近くの時間帯で同時放送されている単波層では特にアジア大陸東南アジア向けが多いゼネラルサービス日本語放送でのラジオ第一との同時編成は 1982年に22時代、NHK ジャーナルが新設された当初、それまで日本時間奇数字が日本語、多摩数字が英語という原則を維持しつつも、この番組を世界同時放送にするために、22時と23時の枠を入れ替え、21から23時を日本語、23時から25時、翌日1時を英語に編成を入れ替えたものであった。 その後1992年頃から NHK ジャーナル以外の早朝5から9時及び夜19から22時のアジア向けの放送から段階をついてラジオ第一との同時編成を実施しその後拡大2008年の編成で日本時間美中と夕方のごく一部を除いて日本語放送のおよそ9割がラジオ第一と国際放送の同時放送となった9割が 同時放送となったが、ローカルニュース放送枠の多くは、海外安全情報に差し替える。ネット喪失回線からの時給受けで音声を流すため、番組の途中で挿入される、日本の首都圏の交通情報は放送されず、インストゥルメンタル音楽のみが流れる。ただし、首都圏ローカルニュース放送時の交通情報と、全国の交通情報はそのまま放送される。また、気象警報、 竜巻注意情報、土砂災害警戒情報なども一切放送されない。一方で、番組の途中に割り込まれるニュース速報、地震情報、ともに全国一斉放送時のみ、緊急地震速報、緊急警報放送の信号音はそのまま放送される。ただし、同時放送の時間帯でも放送券の都合や電波、運用面の都合で放送できないスポーツ中継。 大相撲中継とプロ野球ナイトゲームを除く。オリンピックについては2008年の北京オリンピックと2010年のバンクーバーオリンピックで一部時間帯を除き、同時放送された、事例ありは別番組、ラジオ第一、第二 f m 放送、地上デジタルラジ実用化試験放送の録音番組やフィラー音楽、または FM 放送同時放送の番組に差し替えとなる。ただし、 高校野球期間中でも、昼の憩い民謡を訪ねては、FM で NHK のドジマンは総合テレビで通常通り放送されるため、国際放送でも休止せずに放送されるほか、高校野球が中止、開始遅延、早期終了となった場合も、国際放送用の別番組差し替えをしないで、同時放送となる場合もある。また、日曜討論もラジオ第一が、 高校野球を行うため夜の時間帯に自差放送を行う場合でも国際放送では通常通り9時から国内と同時に放送される衛星ラジオのみ。同様に国会中継年度末に行う NHK 予算審議の録音中継を含むがある場合別番組に差し替えとなる開会が大幅に遅れる場合でも当該時間帯の差し替えは予定通りが 総理大臣の演説や投資討論など一部内容についてはそのまま国内と同時放送されることがある。高校野球地方大会に関しては東京からの放送があっても春季、夏季、秋季を問わず一切放送されないため、そのまま定時番組を通常通り放送している。ラジオ国際放送ではタンパーのほか、NHK ワールド TV、 NHK ワールドプレミアムで使用されている放送衛星インテルサットを用いたデジタルラジオ放送衛星ラジオも短波放送と同一内容で非ノンスクランブルでサイマル放送を行っており放送衛星によるデジタルラジオ放送では雑音の影響を受けず短波中波の番組がテレビ FM 放送並みの高音質で聴くことができる音声はノラル 日本国内の AM ラジオの FM 破災送信とは、異なり AM 放送、短波放送用に調整した音質ではないため、スタジオ内、ネット送出回線の音声が高音質のまま流れる。そのため海外では、短波放送の受信が困難な場合に、日本国内では、前日に加え、中波放送で夜間における、外国局との渾身、難聴視対策として、FM 放送、ラジルラジル。 ラジコと共に大きい役割を果たす有効な手段となっている。NHK は7波全中で速報の情報量を多く伝えているが、このうち報道特別番組に切り替わる緊急地震速報、緊急警報放送、震度6強以上の地震発生時などは通常の放送を中止する。ニューススタジオから全国放送で伝える場合ニュース速報と地震情報は 放送内容を一時中断し、断り、番組、局の途中ですが、東京のニューススタジオから内容に関する情報をおえしますを入れる。一般的な速報となる、地震情報、気象情報、交通情報、地域内の重要ニュースが入った場合には、該当する地域で通常の番組を強制に中断、あるいは放送中の内容に割り込んで被せ、 各局の報道センターから情報を放送する。国際放送は全国一斉放送時のみ割り込み、ネットラジオは全国一斉放送と地域版それぞれの割り込みを放送するが、緊急地震速報は放送しない。FM 及び国際放送との同時放送中に全国一斉放送の割り込みが入る場合は、FM 放送、国際放送でもそのまま放送されることがある。 ローカル放送は原則として、ラジオ第一放送のみへの割り込みとなり、FM 放送、国際放送は通常放送が続けられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。